ロワール川、流域ロワール川は、フランスの中央部を流れる川である。長さは1 0 1 2トル流域面積は1 1 7 0 0 0 k 平方メートルで、フランスの面積の5分の1を占める。中央高地に源を発し、大西洋に注ぐ。ロワール渓谷の中部は、2000年にユネスコの世界遺産に登録された。ロワールという名前は、 ラテン語のライガーから来ており、ガリア語での川の名前、リーガの転写である。ガリア語でリーガは沈殿物を意味する。この単語は、ドウ酒などの檻を意味するフランス語のライや、英語のリースとなった。リーガは、インドヨーロッパ祖語の横たわるを意味するリーマイナスから来ており、この祖語は、英語のレイ、レッジ、ローなど多くの単語の元となった。フランス語には、 川の名前をもとにした形容詞リジリアンがある。ルクリマリジリアンのように使われ、北、フランスで最も心地よい気候を意味する。冬は暖かく、大陸性の気候と違って極端な気温の変化がない気候のことである。セベンヌ高地の北東に源を発し、ロアンネとヌベールを北へ流れる。オルレアンで西方に変え、トゥールを流れて、南都で大西洋に注ぐ。 平野部の傾斜度が緩く流域が広大なため、しばしば深刻な洪水が起こっており、1856年、1866年、1910年のものが知られている。西ヨーロッパの川としては珍しく、自然な流れの障害となるダムや水門は少ない。それにより、ロワール川では船による旅行を可能とし、田園風景や石灰岩の崖、 童話の世界のような城の景観を楽しむことができるため人気が高い。ブロワを流れるロワール川フランスの県のいくつかはロワール川にちなんだ名前を持っている。このうちロワールイコールエイコールシェール県の名は本流ではなく主流のロワール川に由来する。流域には多くの古城が残り観光名所となっている。ありがとうございます。